彼女に言ってはいけない一言は何でしょう。何ですか、何ですか、彼女に言ってはいけない一言は。でも、ランさんが一番ボタン押す早かった気がするな。まあ、確かに。何ですか、はい、まあまあ、6年前ぐらいにボタン押したっていう説はある。はい、さちゃんさんからね。はい、はい、さちゃんさん。同期面の過去の恋愛聞きたいです。かっこ、サビ算とか。じゃあこれに関して、じゃあしようかなぁ。じゃあ今日、今日は6月28日やから、まあ、周りを見て落ち着こうと思います。大事大事やな、女の子の前でな。あれだね、2014年ぐらいや、4ぐらい。2014年。使わんから、使わんから。絶対使うと。サビ算事件っていうのがあってね、大体説明すると、いやもう説明できない、あの。あれでいい。サビ算はその人に対してこう失礼な話だから。まあまあ確かに。そうそう。で、一般法則として、一般化すると、仕事に疲れている人間がデートをすると、彼女に対して、彼女とのデート中に、このデートはサービス残業であると。あ、そう。そう言ってしまう傾向にあるという。つまり、お前といる時に給料出てないこの瞬間、俺にとって時間無駄みたいなこと言ってるわけで。まあ、なんならでもそれは社会人の発想よね、こう。いや、そう。学生やから当時なんなら金全然もらってもないから、もはやそれですらないよ。あ、じゃあもうゴミやったことね。まあ、それ。同期、俺以外、部内恋愛してたからね。マジで。俺以外部内で恋愛してたから、俺以外で、俺が司会みたいな状態よ。MC が俺が司会みたいな状態、キャバクラって飲み会で言うと。そうなの。お見舞いだって、ナナさんもヘルもお前も付き合ってたよ当時。で、マサダさんはマサダさんよ。でもこの人もだって部内恋愛してるからさ、みんな部内恋愛してます。だから部内恋愛、部活はやっぱいいよね。部活でしか出会えなかった、逆に。え、じゃあ俺するなら誰やったと思う、ちなみに。まあまあ、葵ちゃんちゃう。葵ちゃんって子がいたよね、一個下の女の子の後輩で。その子が俺のウェットスーツ着たよ、要するに。まあ視聴者に分かりやすくウェットスーツって言うと。そうなんです。ウェットスーツを着て、俺のウェットスーツないってなったら、ごめんなさいってなって、で、その後着て抜くって。抜く。だからあれが俺の唯一の部内恋愛。ちょっと嬉しかった。いや、だいぶ嬉しかった。いろいろ企画やってきましたけど、今までいろいろありましたけど、今までで一番印象に残ってる企画はみんな何ですか。俺、ダントツで地球のなんか何回回ったかみたいな。ああ、俺あれの撮影めちゃめちゃ鮮明に覚えてるわ。俺マリオしてた。痩せたやつだ。マリオもやってたし、あの時俺めっちゃ痩せてるもんね。痩せてる。でも出てた方がいいじゃん、これで。俺、印象残ってるのは、いや、それもだね、ゆくねんくるねんかな。あったあれね、あれなんかゾさんがなんか寒い格好して歩いてて、なんか銀色の、銀色の寒い格好して、よく通報されんかったよ。いや、でもそれで言うと、俺こう、あの、なんだっけ、殺害動機当て。ああ、そうなんね。あれは尺15分ぐらい収まっていくけど、90分。そんなやつなんや。いや、あれ全然長くやった。何時間もやったよ。何時間もあの後俺むっちゃ腹痛かった。2時間超こう、なんかひたすら俺突っ込み続けてて、こうなんか、そうなんや、なんかおかしいやつで、ハギになって湯気出てくる感じ。ワードルフだ。テレビとかそのドッキリがあるやんか。いや、これ仕込みとかやらせなやろなって思ってたけど、いや、それではなかったやなって分かったのが一つと、そう、さっきそうなんと、なんか何万分の1とか言いつつも、結果やっぱ5分の1でしか考えられへんっていう、その、はい、そういうところや。そういうところや。てか、お前にとっては5分の1の、そうそう、もう連続で勝負でしかなかった。実際そういうことや。独立してた。そういう意味ではありえなくはないってなったわけね。っていうのがあると、やっぱり騙されるなっていう。年表のやつかな。年表のやつ。あれな、なんかザ・俺ららしくない。ザ・俺ららしい。正直もう、だってあれ撮る手じゃなくて勝手に撮ってたやん。そういうことよ。
YouTube の真髄に気づいてる。YouTube の真髄に気づいてる。お前は年末の白浜のやつも相当ハードだな。違う、お前そういえば久米島、ああね、久米島行かなかったんだよ、そろそろで、お前がほんまに買って嬉しそうやった。そうね、久米島行かんで済むみたいな。いや、リアルに行かされそうやったから横で電眼さんがめっちゃチケット調べまくってるあたりでかなりこう表現を横で席数わずか。いや、わかるわ。あれ、マジで平沢にマジで行ってこいって言われた。どうしてた？マジで行ってこいって言われた。マジで行ってたから。いや、そうだよ。あの、ここの人さ、みんな YouTuber だもんね、すごい。いや、YouTuber だよ、みんな YouTuber。 真面目な質問ね。はいはい、真面目にね。真面目な質問ね、1問ぐらい言っとこう、これは。うん、1問ぐらい。関西の理系です。院進むか迷ってます。あ、いいね。コロナで就活厳しそうという理由が主です。が、この気持ちのまま進むと進学した際に途中で挫折するのでしょうか。で、阪大から東大の院に進学したらラザルさんと院に進むメリット、端的に注文しない院の現実を教えてください2年以上遊べる以上就活との関連、この実際どうなん。俺推薦があるかないかの違いだけやと思ってんの。いや、でも4回戦で推薦は取れるよ別に。俺の印象は理系で行きたいんやったら行ってもいいと思うけど、うん、理系で行きひんやったら行かんでいいかなって感じ。まあ、就活とかは置いといて、置いといちゃう、置いといて、置きましょう、置いちゃう。まあ、分からんやん、そんな。別に行った方がいいかどうかはぶっちゃけ微妙やから。行ってみな分からんとこもあるからね。そう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 、偉そうに言いやがった。久々にイラッとくるで2年猶予ができるから、うん、シンキングタイムができる。モラトリアム4年じゃ足りない。まだ4年では足りない。まあ技術屋の詳しいのが分かり始めて、まあ、4回生入ったぐらいからじゃない。3回生ぐらいまでで、まあ、勉強して。確かにね、まあ、それは同意。でももう就活にやったら、まあ、まあ3回の終わりから始めるから、まあ、スタートライン立った段階でもうなんかそのゴールのとこまで見通さんだかみたいな。まだ歩いてみたら全然こっちの道が良かったって考えるとさ、もっと早く分かりたくない。まあ、それはそうだ、ね、大学のシステム的にやっと理系のおもろさ分かったってなんて絶対大学院や。まあそう、理系が好きな人って多分、うん、なるほどな。あ、ごめん、あ、俺マコのさ、ごめん、もういい、いいねんけど結論もいいね、いいね、いいねんけど、ぶん殴ったろうかなマコに、でもマコのアドバイスが一番俺いいと思ってて、だから第一志望に行けなかった人の運命って結局どうなのってとこは俺マコに行けなかった。第一志望に行けなかった。あ、いや、大学入試、大学入試の話。そうそうそう、俺らって言ってもあんま説得力ないわけやん。そのだから落ちた先の道も案外耐えますよみたいな。まあ前期阪大受けて落ちて後期で滋賀県立大学ね受かったんですけど、僕はそれで良かったと思ってますけど。おお、それは納得か。それなんでかというと、お前がウィンドサーフィンで努力して団体戦7位取ったっていう実績があってあるっていう、結局お前自身でその成功にしたってことやな。まあ仏目線で言うのすごい長い後輩がいるんですけど、ヤス君っていうね。ああ、ヤス君ね。僕はそのこと出会えたからもう良かったと思ってます。おお、そんなに好きなんや。まだ阪大行ってたなとなると、そのヤス君とかね、まあ、とかと出会えたなと思うともったいないなって思う。確かに、だって結局出会いなんよ、出会い。そりゃそう、うん、この俺が言うのもないけど出会いなのよ。決まったね、決まったねこれこう、自分が今大学生で皆さんのような社会人になっても楽しく関われる同期が作れません。あなた方の同期にはどうやったらなれますか。レア級ですよ多分。いや、ほんまにすごいと思う、同期でこんだけ集まれんの。まあこの辺みんな来るとわかるから。なんでお前ら来るの逆に。確かに暇やから暇のために労力を惜しまないから、生活で言うと。だから島屋はそう、朝早くから行って今日定時で帰るためにそういうことしてるし。なんだ、忘れ。でも最初のきっかけなんですかって質問答えられへんくらい。ただフォーマットとして、フォーマット、フォーマットとして、まあ俺たちはその創世記にいたっていうのと少なかったっていうのと、あ、そう、あれ、それはでかいと思う。正直それめっちゃでかいと思う。他の大学はいっぱいいたけどな。そうそうそう、阪大は阪大2代目で最初部員が5人とか6人で、しかもウィンドサーフィンなんていうマイナーなスポーツ続けようと思ったらちゃんと後輩に良さ伝えて入れなあかんっていうプレッシャー、うんうん、あれを乗り切ったのはでかいと思う。 でしかも笑いの要素がやっぱ合ってるよね。そうそうそう、それはでかい。だって電話の話聞いててほんま同じ話ばっかり鬱陶しいのよね。何が違うの？何が違うの？あのさ、俺そう思われた
からそう思われてるというコミュニティでは喋らへんからそこまでちゃんとツボが合うってなったらもうとことんなってそこを突き詰めてしまうと。まあそれはあるね、はいはい、逆に身内しか笑えんところをどんどん攻めていってしまうそうやね。一方でふざけながらまあその一方で真面目にやることがあるっていうのを。ああ確かに、だからその一つのねその競技というものを通してチーム運営とかを真面目にそれっていうそれや答え。時に厳しく時に楽しくやから、まあ、なんか真剣でありながらふざけられる環境でふざける時のツボが比較的近いっていうのが結構いろんな条件があるんだよ。だからまあだから結論だからもういろいろ奇跡は起きてたけど、いやそうやと思う。でも結局でも運って必要やと思うで。まあ運もでもある程度数をこなすと一定の確率でもし起きるんやったら、そうそう、俺ちょっとこれまで言ったのとちょっと逆行する系のあれやけど、行ってみたら何か起きるって可能性に欠けるとし、大学の時に察して仲良くなかったとか、むしろこいつ何やと思ってたやつに社会人になって襲われても行ってみたら何か起きる可能性あるぞって結構行きがちやん。で、何もなかったとしても、うん、まあよかろうってなるだけやから、まあだからそういう強い濃いコミュニティいろいろ覗くっていうのも大事かもね。でまあ今言っちゃったら撤退するよ、言うからとりあえず一歩入ってみて。でも大学生になってから俺辞めるってことが別にポジティブに捉えられたというか、ああそう、別に辞める人見てああ合わんかったんねって、要は中高の間とかは辞めるわ、ああ辞めるんやみたいになってたね。戦略的撤退感がある。戦略的撤退感あるね。同期だから分かるお互いの意外な一面。だから俺らこうやって動画撮ってる時ってさ結構素なイメージだけどな、もうあんま変わってない。まあ、なんか編集でカットされてるからでしょ、俺が暴言の部分あのさんの場合に実際、実際暴言多いからなるほど。でもぶっ飛んでるのって言ったらゾさんが一番ぶっ飛んでるっていう。そうそう、行動力のその振れ幅で言ったら、うん、俺はその日常の範囲でぶっ飛んでるかもしれない。なんでメキシコでなんか風邪薬かなんか麻薬と間違えられて拘束されるみたいな経験お前しか持ってないから、そうさっき言ったその何か言ったら何かあるかもしれん精神がやんちゃ度を上げてるというか。社長ではない、何の人前っけ。いやだから意外な一面、意外な一面。マコもこのまま、マコはでも花のところに連絡して僕を働かせてくださいっていう行動力。あ、セットそれすごい、それすごいよ。セット千尋え、それすごい。ハードル高くない、すごい。まあでも俺も多分マコに結構近いけど、多分タイプ的にそこ似てるよ。こういうとこって多分考え出したら一気にバーって行動するっていうのあるけどな。でも似てると思うで、本質は。本質は似てると思うで、マジで。気にする。じゃあこれ久しぶりに言っとく。お、同期の皆さん久しぶりにご唱和ください。せーの、せーの、仲良し。あ、違うです。そっちか。そっちか。いや、これ来てるからコメント。あ、はいはいはい。久しぶりにご唱和ください。せーの。なんやかんや耐える。はい、20代でやり残したこと。大丈夫、みんなまだ18。よかった。あ、だごめん、18です、僕たち。18です。俺将来何したいだろうな。俺将来何になってんだろうな。俺ウルトラマン。18歳できる人なんだって。18歳の時は先生になりたいと思ってた。まあ、リアルな話。俺今めっちゃ先生になりたい。マジ？なんの？今ってのプログラミングとか小学校でもやってる。はい、まあ、今までのその IT 系の知識を持った状態でそっちの情報系のやつって今後絶対いるやん、うん、っていう方の。確かに言語化めっちゃ苦手。擬音で解決しようとする。擬音でめっちゃ使うよね、俺も。じゃあ擬音を直したいってのが20代でやり残したこと。まあ今はちょっと山買いたいと思ってますね。山だからキャンプとかやってる YouTuber って山買ってるやんっていう話を。ヒロシとか。あ、ヒロシとか山買ってるらしい。パパさんはもっと自由に生きることですよね。お、今でもだいぶ自由やと思うけど。まだ自由。もっと自由。何に縛られてるお前は今。え、この2人。俺はでも今コロナで無理やけど海外旅行行ったことないやん俺らって。実は確かに俺らない。このメンツでってこと。このメンツで海外旅行行ったことないやん。ない。海外旅行行きたくない。行きたい。それ結構20代のうちにやりたいよな。確かに。あと3年その頃俺らもなんかバカみたいに炎上して新人生積んでる可能性。やとしても関係ない。やとしてもそれはそうだったら。そうだったら次のことなんかやってるやろ。そうね。ラダさんはやりたいことはパートナーをつけるよね。おお、結婚の話。結婚の話。まずちゃんとした。いや結婚したいだろ。ちゃんと残業したい。普通したい。ちゃんと残業。ちゃんとサービスじゃなくて。ちゃんと勤務さ。勤務とか言ってる。勤務ってことはお金もらうってことだよ。